うちでの小槌とその使いのネズミを描いた、すりもの、学廷春の部筆うちでの小槌は、振ることにより、様々なものが出てくるとされる、伝説上の土。日本の説話や昔話に登場している、宝物の一つである。鬼の持つ宝物であるとされるほか、大黒天の持ち物であるとも言われ、富をもたらす象徴として描かれている。欲しいもの、 願い事を唱えて振ると願い通りのものが現れる、効果を持つ。隠れ身の隠れ傘と並び称されており、服を招く宝物であるとされる。室町時代に書かれたおとぎ造紙の一つである、一寸帽子では、姫を襲った鬼がこのうちでの小槌を所持しており、一寸帽子によって退治された際に、これを落としてゆく。一寸法師は姫に大きくなれと小槌を振ってもらって、 体を大きくしてもらい、立派な武士として身を立てる結末となっている。現在、一般に流布している昔話としての一寸法師でも、同様にうちでの小槌が一寸法師を大きくするために、使われる面が大きく扱われているが、おとぎ造紙では背を大きくしたり、金銀を出したりする以外に、鬼を退治した後の疲れを取るために次々と、美味しそうな飯を出すなどの効果も発揮しており、 その用途は幅広い。平安時代末期の仏教書、宝物集には、内での小槌は、宝物だけではなく牛や、馬、食物や衣服など心のままにすべて出現させることが、できるが、打ち出したものは、またこれすべて金の音を聞くとうせを押せるものであり、結局は現世に実在する宝物と言えるべきものでは、ないという内容の説話を収録している。内での小槌は、 日本において、多くに主の神と同一視されるようになった大黒天の持ち物であると言われ、大黒天像は土を持った姿で制作されることが多い。しかし、どのような記述によって、大黒天が土を持つ姿が制作されるようになったのかは明確ではない。なお、東洋市屋の宮崎一貞は、中国で古く柱を打って、音を出して人を呼ぶのに用いられた。 柱斧という土のような道具があり、鬼人が柱斧で従者を呼んで命じれば従者が何々と鬼人の欲するものを持ってくるところから、土そのものに魔力があるかのような考えが生じたのではないかとしている。一寸法師のほか、日本各地で伝承されている昔話の中では、鬼の所有している宝物として登場するほか、イカを訪問した人物がうちでの小土をお土産として持ち帰り、 欲しいものを唱えて振ると願い通りのものが現れ、長者になったとする展開で登場する。その様子を見ていた隣人がうちでの小槌を借り、欲を出した願いを早口で唱えると誤認されて違うものが現れ、痛い目に遭うという結末を持つ話も多く存在する。桃太郎が鬼ヶ島で手にした宝物として、陰味の陰かさ、うちでの小槌が挙げられてもいる例も過去の文献には、 存在していた。山、東京殿による絵本、絵本宝7種に書かれた桃太郎の話の中でも、鬼ヶ島で手に入れたうちでの小槌を桃太郎が振って、様々な宝物を出している姿が描かれている。平家物語真記録ク、祇園女のことには、うちでの小槌自体は登場しないが、うちでの小槌を持った鬼が出たという噂が立ったとする話が記されている。 祇園女王が白川法王の愛人だった頃、ある夜その祇園のほとり住まい自覚の御堂に手には聞こゆる内での小槌ちらしいものが輝き、頭髪も針の山のごとく光る人影が出現し、鬼であると周囲が恐怖した。北面の武士として護衛に付き添っていた平の忠盛に成敗を命じたところ、それは灯籠を灯すために働いていた油継ぎの奉仕であったと判明した。 手に持った燃えさしを入れた容器が小槌、頭に被っていた甘よけの麦わらが針のような紙と誤認されたのだった。原平清水器で書かれている同節話では土器に念具いを入れており、これが消えぬように息で吹くと、ざと光り、光るときは小麦のわらが輝き合いして銀の針のごとくに見えけるなりと描写されている。ここに書かれている聞こゆるうちでの小槌という表現から、 鬼の持ち物として、うちでの小槌が有名であったことが伺えられ、説話や物語などに見られる鬼の登場する物語がその原点であろうことが考察されている。方言物語でも、源のためともが鬼ヶ島に住む、鬼の子孫たちから失われた鬼の宝を聞き出す場面などがあり、そのような説話の上で、鬼たちの持つ宝物に、うちでの小槌が加わっていたものと推察されている。 方言物語で登場している、鬼の宝物は諸本によって記述が違い、因味の因、傘、振り、人理、剣と、その存在が伺えないが、中来本形等では、内でのりという宝物の名があり、うちでの小槌の動きではないかと見られる。ありがとうございます。